ホール9の7です。グループではモチーフを描いてて、ライブペイントと壁画を描いてます。で、個人では肖像画を描いてます。ビクションは、最初に聞いた時にずっと出たかったイベントやったんで、この企画に乗っかるしかないなと思って、めっちゃ嬉しかったです。で、別にビクションじゃなくても、普段ネットとかイベントとか遊びに行って他のペインターさんの絵とか見てるんですけど、それが今回は1個のビルの中でいろんな参加さんが集まってやってるのを見とって、そのこのビルの中だけでもういろんなリアクションが起こっとって、僕らも他の会行ってめっちゃ刺激受けて帰ってきて、でもう一回にぶつけたりとか、他の人が来て喋りながらやったりとか、なんかお祭りみたいでした。めっちゃ楽しいです。未来について、未来はよくわかんないんですけど、ライブペイントはずっと続けてて、はなんか遊びみたいやから、なんか一生懸命できる遊びみたいですごい楽しくって、でこの舞台もずっと出たいなと思っとったら出れたし、一生懸命やっとったらなんか勝手にうまいこと転がっていってるような気はしてて、でだから多分この先もどうせ絶対ずっと続けてるし、その中で勝手にいろんなステップアップは僕はしていけると思ってるんで、いい予感しかしてないです。